さあ、私たちは札幌を出てある場所に向かっています。今日はですね、旭川よりもさらにもう少し北に行ったところにある士別というところに向かってます。士別は中士別の方の士別じゃなくて、いわゆる侍士別って言われている方の士別に向かってるんですけど、その士別にできたばっかりの新しいキャンプ場があるみたいで、今回はキャンプでサウナやりたいんですよ。大自然を満喫しつつ整えられるという、最高ですよね。ほら、やっぱバレーボールやってたから。バレーボールはこうです。あ、そう、あ、そうだ、小指まででボールを取る。なるほど。今向かってる士別なんですが、札幌から車でだいたい3時間くらい、まあ、ちょっと遠出ではありますけど、まあ、広い北海道ですから3時間で逆に行けちゃうんだなっていうくらいです。さあ、もう間もなく高速道路を降りるんですが、降りるというか、実はここ士別県口で一旦高速道路がここで終わりになってる、まあ、終点になってるわけなんですよね。なかなかね、高速道路のこの端っこのどこまで行くってないですよね。今向かってるキャンプ場が高速道路降りてからすぐのとこにあるみたいなので向かいます。外見物すごい、絵本推し、アルパカ牧場気になりますね。あ、見えました。あ、キャンプ場のすっごい見晴らし、わあ、景色最高。来た、なんだこれ、めちゃくちゃおしゃれじゃないですか。着きました。じゃあキャンプ場ご紹介していきます。あ、結構お客さんたくさんいらっしゃってますね。見てください、かわいいバーがあります。めっちゃかわいい。ここはバーになっていて、かき氷が食べれたりとか、あとは飲み物。キャンプ場にカフェついてるの嬉しいですよね。すごいかわいい、すごい可愛い小屋があるんですよ。一見なんだろうって感じなんですけど、ここが実はお皿洗いとかをする炊事場になってるんですよ。こんな感じになってます。結構炊事場って外にあることが多いと思うんですけど、ここは中で使えるのですごい綺麗です。なんとこのキャンプ場では焚き火ができるところがあって、こんな感じになってるんですけど、ここで大きなキャンプファイヤーが夜になるとされるみたいです、ね、これ結構晴れてると星空とかも綺麗みたいなので、星空にパチパチ燃える薪みたいな感じの最高のロケーションになるんじゃないでしょうか。お、なんか普通のテントサイトと違うサイトがある。プライベートサイトです。木に囲まれているので開放的というよりかはちょっとこっそり隠れ家的なキャンプができますね。ちょっと登っていくと、あ、いるちょっと見てください、キャンプ場のテント張ってるすぐ横に羊たち。なんとなんと、キャンプしながら羊をバックに楽しめちゃうっていう、こんなキャンプ場初めて見ました。キャンプ場のすぐそこに
容赦があります。こんな感じです。バーン、全部で900頭いるらしいです。はっ、羊ちゃん近い、めーこんにちは、めー返事が来た、めー親方、キゼミちゃん親方、遅いよ、お待たせお待たせしました、お待たせしました、親方です。こんにちは、お久しぶりです。サウナでキャンプ、サウナでキャンプ、キャンプでサウナ、キャンプでサウナなのでちょっと今日は親方に準備をしていきましょう。やらせてください、お願いします。これ今日のね、はい、テントですよ。これがサウナになる、テントでサウナ、テントでサウナ、すごい。あ、でもなんかこんなコンパクトに、これこれだけ、これだけ、へえ、キャンプ行くときにこれをプラスすればいいでしょ、サウナできちゃうんですか。いい。しかもこれね、テントで泊まれるの、はい、え、下にマット引いてて、このサウナのテントに、そう、え泊まれちゃうんですか。あ、そうなんだ、ね、便利。ではでは組み立てていきますか。はい、お願いします。ではでは、お、出てきましたね、ね、こんな感じで、はい、広げる広げる広げる、おー、まずこれを組んで、はい、あー、そうそうそう、長くするやつですね。一応二人では全然できるっちゃうけど、おーい、うん、あ、すごい、結構長め。そう、ここに入れるんだけど、あ、はあ、そうで、でチャックをしないです。チャックの中に入ってくるんですか、そうそうそう、これが、面白い。そうそうそう、普通のいわゆるキャンプのテントでこうなってるの見たことないです。ないでしょ、うん、すごい、チャックでそうポールを閉まっていくという、そうこういうこと、そうだ、はい、あー、おー、やると生きていくわけです。へえ、あ、こうなると、そう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 、はあ。つゆみちゃん普段キャンプやんの？キャンプ行きます。へえ、はい、結構家族で行ったりします。はい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 、キッ、おいしい、はい、いいでしょ。おお、これをちょっと立ってて、はい、で骨折、うん、はい、入りました。オッケー、終わり、わあ、完成、とりあえず、わーい、天幕は完成ね。はい、あとは、あとはストーブ、これも来た、来た、これがストーブですね。そう、おお、ピカピカしてる、ね、でストーブ、煙突が全部入ってると。あ、ほんとだ、ね、収納されてる。そう、足も入ってて、で、あとはこのネジで、あ、あなあ、ペット、ペグつけてないからちょっとで、中に、中に入って、はい、いよいよ、いよいよオープン、オープン、あ、広い結構広いね、すごい。これは窓、窓ですか。そう、窓、ペラーンっていう、そう、で、それもう開けちゃおう。あー、なるほど、吸気と排気が大事なのよ。そっか、だからそこに吸気があるでしょ。はいはいはい、そこの下に、で、そこをあの外から開けると、あそこから空気を取り込んで、あー、そう、薪ストーブの方に空気が行って、へー、で、ここが排気ってね、あ、ここから出てくる、そうそうそう、煙突で、あっちが排気、あ、そうそうそう、吸排気がしっかりしてる、すごい、面白いね、ちゃんと換気されるんですね。そう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 、面白い、へー、すごい。煙突の穴、ここ開けて、お、開けて、はあ、なんとこれね、2個ストーブつけれる。あ、え、ほんとだ、こっちもそう、ペラ、超ハイパワーに置いてる。で、こいつを入れて、はい、中に入れて、はい、煙突を
出ました。出ました。ポーン、ガン、ほらほら、あー、サウナストーン、サウナストーン体験、サウナストーン、ビヒタ後輩、ビヒタ後輩、ビヒタは後輩。あ、え、ちょっと待ってください、これそうそう、親方、ね、整え親方、これ秘釈統計ね、整え親方用になってセットだ。すごい、いいよね、これ巻き入れていきましょうかね。巻き、はい、巻きをね、巻き入れてね、これよしと、おそらくこの石は普通の石とは違うんですか。これはですね、高化石って言って、うん、日本で買うとね、20キロで25,000円とか2万円ぐらいです。そう、これもう蓄熱性がすげえ高くて。あ、じゃあ普通の石じゃないんですね。そうそうそう、全然違う。親方、はい、これは何ですか。これね、もう一個入れて今日はすんげえハイパワーにしようと思ってストーブ2個入れ2個入れちゃうんですか。2個入れちゃう、よいしょ、はい、もう一回2つあったらどれくらい熱くなっちゃうんですかね。今日は120度目指しましょう。120度。120度。100度ぐらいにはなるよ。あ、へえ、うん、全然そうなんだ。多分なっちゃうよこれ。いけ、お、いけ、よし、よし、燃えている、うん、あ、つきましたね。木に行けるかな、うん、はい、これで熱くなるの待とう。よし、すでに熱いのにもっと熱くなる。前水風呂作りますこいつ前回はちょっと攻撃されたからなんかビョンってなってた、ね、ビャッてすごいひどいよし、じゃあこれで骨組みは OK なので空気、空気入れます、宿敵しっかり持つってことにします、この空気をよし、できました。じゃあ今回特別にお水用意してもらったんです。で、このお水が、地下水を使われてるっていうことなので、今回は水風呂用にご用意いただきました。親方、はい、水風呂も水溜まりましたし、よく頑張りました中ももう温まってるんじゃないでしょうか、はい、めちゃくちゃ暑いですよ多分。じゃあいいですか、うん、うわちょっと待ってやばい、あち、嘘でしょ、あち、熱っ、あち、あち、ケツが焼けるこれさっき、はい、ちょっとこの目の前でこれ温めてたんだけど、うんうんうん、これほら、うんうん、白樺のエキスが出て黄色くなってるでしょ、すごい色が変わってますね。そうそうそう、ほらこれがまたさ、いい香りだねよ、もうかけると。どうぞ、一投目、はい、あ、いいんですか、整え秘釈でどうぞ、すごい長かったって書いてあるすごい、めちゃ熱い、きまーす怖い、いけ、うわー、うわあ、あ、めっちゃいい香り、あ、あ、すごいいい香り。これローリーはさ、はい、こうね、奥から手前に引いてくるって知ってる？奥から手前になんだ、はい、そう、こう行くとさ、蒸気で焼けてきちゃうじゃん、手、本当だ本当だ、そうですよね、そうそうそう、奥から手前に、奥から手前に引いてくる、そうそう、奥から手前、うん、あっちいいなわすごい、もういいよね、なんか本当に鼻の中、鼻の中焼けて、うわアールグレイみたいな匂いですよ、なんか紅茶の、本当に紅茶みたいないい香りしますね、うん、まずさ、薪、うんうん、薪サウナってほぼないのよね、うん、あ、だからこの薪がそう焼ける匂いとか、薪のこのパチパチっていう音とかさ、うん、まあ、焚き火もそうだけど、うん、それがまずすごくいいよね、うん、まずはね、あとはやっぱり
ロケーションがさ、うん、選べんじゃん。最高です。そうそうそう。だって今独り占めしてますからね。そう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 。大自然を。うん。裏手に羊いんだから。羊の横でサウナ入ってますからね。私たち今垂れてる。もうさ、サウナ女子になってきたらさ、汗を見せるようになってきた。いい汗出てるみたいな。そうそうそう。収めてください。お腹まで汗かいてる。すごい。あと風が気持ちいい。ああ。水風呂入りながらこの景色見えてるってすごくないですか。羊をバックに冷やす私。流水パチパチやる。あ、なんですか流水パチパチ。ほらほら、はい、冷たいやつで。じゃあ背中を、はい、いきますよ、はい、うわー流水パチパチ。あー気持ちいい。親方ハンモックお借りします。もちろんもちろん。大地と空と私いやこれはいい。あー最高だ。では2セット目、灼熱のテントサウナ行きます。行きます。おお、さっきよりマイルド、さっきよりはマイルドに感じる。マイルドに感じる。感じるだけかもしれない。ああ、ただこれまたね、はい、ロウリュするとね、ロウリュでやられちゃうよ、行きます。うん、よっよっ、いけー、お世話になります。受け止めてこう落ちて落とす自分で。一緒だ。バン。ほら、あ、やっぱバレーボールやってたから。バレーボールはこうです。いや、そう、あ、そう。小指まででボールを止める。なるほど。こう。そうかそうか。これをこう。こう。はい。より自分の方に。ああ、なるほど。そう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 。面白いです。だけれど、見てくださいこれ。この。羊ちゃんたち、サフォークの毛で作られた手作りサウナハット。ここの羊なんでしょ、うん、さっき聞いた。そのようです。そこに、そう、今いる。羊たちから作られた。ちょっといいですかこれ。すごいな。いやじゃーん。サウナハットが似合う人は本当の美人だと思う、はい。おお気持ちいい。最高。なんぼでも出る汗。生きた汁。よし。くわうん。あ。いやいい香り本当に。もう決めました私。好きな香水の香りなんですかって聞かれたら、あ、ビヒタですって言います。ビヒタ汁ですって本当にいい香り。あ、すごいすごいすごい、すごい、いやー、すっかり整ったわけなんですけど、なんと今日はこちらご用意いただいてます。すごいよこれ。すごいですね、また
これあれなんだよ、バーベキューって言うんだよ。バーベキューって言うんですよ。大好きですよ。サウナとバーベキュー最高なんだから。最高ですね。最高よ本当に。今日はこちらどんなお肉ご用意いただいてるんでしょうか。はい、こちらの標津のまさにこの牧場で育ったサホークっていう顔の黒い羊の、うんうん、1歳未満ラムで、3歳以上がマートンで、実は満1歳から2歳の間限定で言われるホゲットって言われるちょっと希少なこの時期しか出ない、うん、羊のこのロースの部分のステーキ部位をこれちょっと用意しました。ぜひ召し上がってください。なかなか食べれないやつ、美味しそう。いただきます。うまっ。これマジでうまいっすね。これマジのやつだ、うん、本当に。そうですか。これマジでうまいやつ。めちゃくちゃ美味しい。あのこの噛んだ時の油まで美味しい、うんうん、いや住みてえなここに。